あ、ちょっと待って。あ、チェストある、チェスト、チェストがあるよ。いるか。あ、あ、ちょっと待って。あ、あ、誰かいるぞ、誰かいる。オンライン。あ、あ、ちょっと待って、ちょ、あかん、いるいる、オンライン、オンライン。え、あ、ナイスナイスナイス、生きてますね、たけし。オッケーオッケーオッケー、あぶねー、布団近くに敷いといてよかった。ちょっと待って、大丈夫、ちょっと、あー、ブラバ、ブラバ一本ちょうだい。じゃあ、バッグは回収されたか。私のバッグは回収されてますね。ちょ、マジか、ちょっと待って、ブラバ、たまたま。あ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、とりあえず2発あるよ、十分、2発あれば十分。ちょ、私突っ込みますわ、いくぞ。ちょっと、あー、来た、あ、はるちゃん、はるちゃん、違う違う、ふさお、はるちゃん、ふさおだって、ふさお、はるちゃん、はるちゃん、違うんだ、ふさおだ。あれ、ちょっと待って、たけしは、え、たけしいる、あ、え、倒しちゃ、え、で、倒した、うん、私が撃たれたからやばいと思って撃って、そしたら一発で、ちょっとちょっと待って、たけし、やべ、ちょっと早く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 、いや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 、ちまき持って、早く、たけしも早く、ちまき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 持って、あ、違う違う違う、うわ、どう、待って、降りて、とりあえずはるちゃん、どこで湧くから、下で湧くよね多分ね、拠点で多分布団敷いてるはずだと思うから、とりあえずこれでちまき持って、敵意はないよって言って、これでおあいこだよねみたいな感じでいけば、はるちゃんも気づいてくれるんじゃないかなと思ったけど、めっちゃ深いなこれ、予想以上に深い。あー、でも、あ、違う、ごめんごめん、ごめん、たけし先行って、たけし先にたけし行って、武装してるかもしれないけど、私突っ込むだけでちょっとワンパンで多分やられちゃうから、たけし先行った方がいいわ。そう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 、はいはい、ちょっとたけし行って先にね。で、ちょっとあれだよ、ちまき持ってよ、ちゃんと持った、ちまき持った、オッケー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 、で慎重にね、ゆっくり、はい、ゆっくり降りて、気をつけて、うん、何、お、ちょ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 、ゆる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 、ちょっと、たけし、お前いるいるいる、うわ、待って、はるちゃん、なんか真ん中にいる、真ん中に通路、穴開いてる、そこ、あー、出てきた、あー、ちょっと、うわ、銃構えてる、ちょっと、たけし、撃つなよ、ちょっと、めちゃくちゃ、はるちゃん、違う、たけし、それたけしで、こっち見て、はるちゃん、ね、上、ね、私上にいるから、ちょっと、全然はるちゃん下しか見てないんだ、はるちゃん、ね、それたけしで、上にいるのが双子だよ、ね、はるちゃん、はるちゃん、めちゃくちゃリロードするよ、はるちゃん、じゃ、たけし撃つなよ、たけし撃つな、絶対撃つな、ちょっと、あれだよ、ちまきで、ちまきアピール、ちまきアピールで、ちょっと待って、たけし、おい、やられた、おい、ちょっと、はるちゃん、やべ、それたけしで、それたけしで、これは私、ふさおだから、ちょっとたけしやられた、ちょっと、たけし、分ける、ちょっと今、はるちゃん、私に気づいてないじゃん、これ、後ろ、いや、気づいてるか、さすがに気づいてるか、ちょっと私、さっ、あー、撃たれた、ちょっと、はるちゃん、待って、ふさお、ちょ、どう、ルル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 、お、いけるか、ルルルルル、お、はるちゃん、ルル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 、はるちゃん、シャムカン？は？シャムカンくれた！どうした？撃ってこないね。撃ってこない。あれか？やっつける前に、太らせて、食べさせるだけ食べさせて、やる感じ。いや、でも屈伸してるね。たけし、湧いた？ちょっと早く戻ってきて。だから、はるちゃんが、ほら、屈伸して、ほら、屈伸してる。あー、たけしやられない。たけしやられる。あー、回収した？ナイス。回収して。ナイス。回収して。お？撃ってこないね、はるちゃん。いやー、待ってよ、たけし、これ、はるちゃんにこれバレたか？私たちの正体で、ふさおとたけしってことがバレたかな？わかんない。じゃあ今、たけしが降りてきたじゃん。あれ、見られてない？すぐ撮った？いや、もう私から見ても、多分たけしのその素顔は見られてないと思うんだけど、はるちゃんめっちゃ屈伸してるな。これが、ハンマーに持ち帰ったぞ。あ、敵意はないと。これ、たけし、これ、あれかもよ。いや、わかんない。どっちかわかんない。いや、これ、はるちゃん、まあ、選択肢としては、こう、気づいたか、私たちに。これ、シャムカンくれたのよ。たけしも食べな。うん、これ、はるちゃんがくれたの。うん、私たちに気づいたか、もしくは、全然違うプレイヤーでも、こっちに敵意がないとわかれば、はるちゃんがちょっと、
仲間にして招き入れたのかは、これちょっと分かんないね、判定が。ちょっと一回ちょっと待って、あのごめん、草がない、草が足りない、ちょっと布団敷いてみよう。ちょっと布団敷いて帰ったと思わせて一回これ外に出て、どっちにしろ草が足りないんで、ちょっと草を買ってですよ。で、草買ったら布団作れるんで、私もで、そっと敷いてみよう。わかんないじゃん。屈伸して早く帰ってくださいねっていう、ね、アイテム返すからみたいな、どう、そういう感じでも捉えられるから。草、あ、違う、私ここにベッド敷いたんだ、これ回収して、で、そしらの顔して堂々と布団敷きに戻って、そうそうそう、たけしも回収して、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、はるちゃん上がってきた、はるちゃん上がってきたけど、違う、帰らないよ、はるちゃん、帰らずに私たちは、はるちゃん家に住み着くんですけど、今からちょっと降りて。様子見に来たのかな、様子見についてきたのかな、はるちゃん、あいつらちゃんと帰ったかなみたいな。いや、わかんないよね。いや、まだわかんない、これバレてるか、あ、いや、気づいてるかな、いや、全然わかんない。いやこっちに敵意がないと見せかけてなのか、しかもなんか途中から出てきたしね、これはるちゃん、これ布団放棄してて、途中に横から出てきたじゃん、はるちゃん、そっちになんか本丸あるんじゃない、こっちはなんかサブ教みたいな感じなのかな、だからこう、そう、横から湧いたじゃん、さっきの通路の、ちょっと待って、はるちゃん戻ってきた、はるちゃん戻ってきた、どう、たけし早く、たけし早く、一緒に布団引こうぜ、ちょっと一人で布団引くの怖いから。ちょっとね、チェスト固定のままか、固定、チェストはまだ固定ですね、ちょっとチェスト壊し始めたらどうしようかな、ちょっとはるちゃんの横に、下か、前、無理やり横に引きたいな、これはるちゃんの布団じゃないけど、これどう。早く、たけしも引きなって、川の字にさ、3人川の字にさ、ちょっと、じゃあ引けない。まあ、しゃあない、そう、しゃあない、僕ちょっとな、あー、そっか、1マス足りないかな、上が2マスないと布団敷けないから。まあいいでしょ、まあいいでしょ、どうだどうだ、あ、なんか、お、はるちゃんがアクションしてるぞ、ちょっと待てよ、松明を置きたいんだよね、暗いからちょっと明るいところに松明、あ、この辺でいいから、はい、ちょっとどうしよう、どう、こっからどうする、これで、はるちゃんは多分私たちが房岡武しか気づいてるか気づいてないかは置いといてですよ、あ、こいつらここに住むつもりだなみたいな。の悟ったはず、今のこのアクションで悟ったと思うよ、はるちゃんは、いや、この2人帰らずにここに住むつもりかみたいな、今多分そんな感じの今フリーズだね。はるちゃん完全にフリーズしてる、あー、動いた、動きました、なんだ、どうした、あ、チェスト、あー、ほんとだ、解除済みになってる、チェスト、あ、ちょっと、あ、違う、これ私の持ち物ですね、あ、返してくれたんだ、あー、私の持ち物貸してくれました、あ、返してくれて、返してくれた、あ、これでヘッドライトが戻ってきたわ、あ、オッケー、とりあえず私の持ち物返してくれた、あー、こんばん、あ、あ、こんにちは、来た、バレてるか、春です、え、ってことはこれ、たけし、私たち気づかれてなくて、全然知らないプレイヤーだと思って春ちゃんから自己紹介してきたみたいな、そんな感じ。はるちゃんはやっぱりいい子だった。いや、はるちゃんマジでいい子やった。ちょっとたけちゃん、早く返事して、早くお返事返して、そうそう、こんにちは、優作ですって言って、もうひらがなでいいよ、ひらがなで、もう漢字わかんない、伝えようがないんだこれ、あ、優作ですって。あ、で、たけし、そのまま、動画見ましたって入力して、動画見ましたって言えば、僕らが視聴者だと思うじゃん、
ふさおの動画を見てる視聴者ってことで、はるちゃんの疑いはこれで、おーよっきゃかけ動画見ましたって言って、逆に今まで動画見ましたって看板書いてもらってたのに、逆やね、こっちが逆に書く側になってね、動画見ましたって、おはるちゃんから お手紙来るぞ、お返事来るぞ、たけし、お返事来るぞ、はるちゃんから、なんで来る、動画見ました、ふさおさんたちにパラサイトされてましたよねって、その動画見ましたって意味でありがとう。まだなんか来るか、ございます。なんて礼儀正しくて丁寧な子なの。ちょっと待てよ、これありがとうございます来てるから、これさ、たけし、そのままの勢いで看板会話が始まったからさ、ミトンさんいたじゃん、お姉さんいないんですかって聞こうかな、お姉さんいないんですかって、あれだもんね、これでいいかな、これ前期は2人で出てたもんね、ミトンさんってお姉さんか妹か分かんないけど、まあおそらくお姉さんと勝手に私たちが決めつけてるミトンさんと。あ、はるちゃんお返事書いてくれてますね。お、遠くにほいます。あ、お姉さんもいるんですね。よし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 、これはちょっとやっぱ真相を聞いときたいですよね、そこのね、だけどちょっと聞いとこうぜ、ミトンさんって本当のお姉さんなんですかと、本当のお姉さんなの、ミトンさん姉妹でやってたのかな、セブンデイズオープンサーバーで、それはちょっとやっぱ視聴者の皆さんもこれ聞きたいと思いますんで、まあおそらく本当の姉妹だったんじゃないかなって私誤解です。やっぱ違ったか。たけし、ミトンさんはでお姉さんじゃなかったって、全然実のお姉さんじゃなかった、誤解だったらしいです。おお、どうした、またさらなるお返事か、おここに、はい、何？ここに、住みます。お？住みます？ちょっと待てよ、このニュアンスは、もう譲るよみたいな、どうぞここじゃ好きに使ってみたいな感じで、はるちゃんなんか遠慮してる感じが出てるんですけど、違うんだよな、一緒に住みたいんだけど、一緒に、はるちゃん？お返事は？ねえ、はるちゃん、一緒に住みたいんだけど、はるちゃんで、たけし、ねえ、はるちゃん、たけし、ねえ、一緒に住みたいんだけど、追撃するはダメですかって変態の発想じゃねえ。じゃあ、これってそうじゃん。一緒に住みたいでしょ、たけしも。ダメですかって、それはさ、春ちゃんと出会ってこれで意気投合したら大丈夫？ですよ。おお、まだなんか、まだなんか書いてない。おお、どうした、昼休み、はい、終わるので、ほうほう。昼休み、あ、春ちゃん今昼休み中ね。ほうほう、ほんで、そろそろ落ちるみたいな感じなのか、今日は、はい、どうした、落ちます、あー、お疲れ様です、お仕事の昼休み中にインしてプレイしてたってことかな、あ、これありがとう、はるちゃん、じゃあゆっくりさせていただきますね、ありがとうございます、はるちゃん、なんか実はふさおとたけしなんだよ、聞こえないけどね。お仕事、おお、ご自由に、うん、どうぞ、いやなんていい子なの、はるちゃん、お仕事頑張ってね、お疲れ様です、はい、引き続きね、ありがとうございます、じゃあゆっくりしてるから、はい、自由にくつろいできますんで、はるちゃんありがとうございます、また、落ちるの、あ、そのまま放置する感じかな、あー、消えた、あ、はるちゃん落ちた。あー、でもたけし君、これよく考えたらすけど、今日8月の18日の今お昼なんですね。で、今日の夕方には動画が多分上がると思うんすよ。この今日撮った動画をね。で、ってことはだよ、8月、まあ、18日、今日を動画今から編集してアップして動画上げちゃうとさ、もしはるちゃんがその動画を見たらだよ、私とたけしの名前に気づいちゃうわけだから、もう出てるからね、動画では、あ、まあ多分配信とその実際収録と時差があるけど、多分もうね、そんなに今遅延してないから、
多分実際この動画をどこで切るか分かんないですよ。まあ、あの1本になるのか2本になるのか分かんないですけど、まあ、仮にこれが1本目2本目だったらですよ、このあと続ける、だから僕らがですよ、今日の夜とかにログインしてしたらですよ、もうはるちゃんは夜8時以降だと動画が公開された後なんで、私たちのことをもう知ってることバレちゃってることになるですよね。よく考えたらそういうことですよね。まあそうだね、よく考えたらそうなんだよ。だからまあふさおとたけしっていうの分かっちゃったら今回のこのね意味なくなっちゃうもんね。まあでもまあ、はるちゃんは、まあ、結果これ分かってるのが PVP プレイヤーは誰しもが殺伐しているわけではなくて、はるちゃんはふさおとたけしじゃなくてもね、他のプレイヤーでも快くこう受け入れてくれるということが分かったわけだけで もうそれだけでも十分じゃないですか。なので、私たちはですね、このお礼とこのチェストにね、ユミコとこのユミコに使うガソリンをはるちゃんにプレゼントして、次の、お宅ですね、名前を変えてまたパラサイトに挑戦していきたいと思います。でもね、まあ、正直あのこのトンネル あのはしごあるじゃないですか、はしごの途中からはるちゃん湧いて出てきたじゃないですか。だから多分ねその辺りを掘り返せば、なんていうかな、また多分本丸っぽい多分のが出てくるはずなんですよきっとね、はるちゃんのことだから。ここ何もなさすぎるもんね、枠目もないしかまど1個しかないから、多分そっちが本丸なんだろうけど、まあそこまであさってもあれじゃないですかね、うん、まあ紳士たるもの、まあ、このはるちゃんの心意気だけでも、まあ、今回は見れたということで撤収しよう、たけし。そうだね、よし、そうだったということで、またねこの動画を皆さんが見ているということはですね、もう私たちのプレイヤー名はまた別の名前になってプレイしていると思います。次の拠点は迎え入れてくれるのでしょうか。また次回のパラサイトでお会いいたしましょう。お楽しみ様でした。ここだけのワンダーランド。